先ほどまでは JICA 海外協力隊に応募した時っていうところまでお伺いしたんですけど、はい、実際ジンバブエ行かれた後って一日どういう生活で過ごされていらっしゃったんですか？はい、職種としましては技術移転もあるんですけれども、はい、とにかく技術職員がいなくて事業がなかなか回らないっていうところをどうにかしてほしいっていう話もありましたので、はいはいはい、まず1年目っていうのは、うん、こう事業が回るように教科書を作ったりしながら、うん、それをこう教えていくっていう形だったので、はいはい、普通に朝出勤して、はい、担当の授業を受け持って、はい、5時ぐらいに帰るようなイメージで過ごしてます。ただ授業するだけではなくて、はい、そのリソースを作るようなこともされてらっしゃったって感じですか？はい、そうですね。なんとか教育大が来なくても、うん、しっかりと学生たちに技術が伝われるものは何かないかっていうところで、うん、こう自習システムを導入したような教科書を作って、はい、運用すれば、はい、国家資格が最後にあるんですね。はい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 、これにちゃんと通るというようなところまで持っていきたいなと思います。さっきのお話を聞いていると、はい、先生側へのアプローチだとか、はい、あとは生徒さん側へのアプローチっていうのが2つあると思うんですけど、はい、重点的にどちらをされてらっしゃったんですか？僕はもう完全に学生でして、で、ね、というのも、はい、こう先生の学歴が非常に高くて、うんうんうん、で他の学科もそうなんですけれども、はい、もう次の年には他の国に行ってしまうようなことが多々あったんですね。そうなんですね。はい、で僕のプランとしては学生をこう鍛えて、はい、1クラス30人から40人いるとしたら、彼らの中から教師を出すっていうのを目標に、なるほどなるほど、40人こう学生がいて、はい、全員が教師になれる資質まで技術移転することができたら、はい、教師時代の給料はジンバブエの中で比較的いい方なので、はい、誰かが抜けても誰かがアプライしてくれるっていうようなシステムができるんじゃないかなと思ってます。確かにそうですね。実際その学校っていうのは何年で卒業する、はい、学校だったんですか？基本的に4年あ、そうなんですね。でして、さらに追加で1年もあるようなイメージです。はい、うんうんうん、そうなんですね。神谷さんは具体的にこの中の1年生から4年生まで全部受けてた？基本的にはカウンターパートと言われる、はい、僕の面倒を見てくれる人が一緒にチーム作って方と相談して、はい、全学年全学生と知り合いたかったので、はい、全員の学年生まで持ってます。1年生から4年生までの建築で学ぶ教材ってすごく多くあるのかなと思ってますけど、あります、はい、そこの全てに対してシステム化をしようと考えられてた感じなんですか？はい、本当はそれがいいんですけれども、はい、こう一級建築士の中にも専門みたいなものがありまして、うんうんうん、こう日本だといわゆる計画系って言われているのが、はい、まあ、デザインだったりとか、うん、都市計画だったりとか、うん、そういったものをやる、はい、いわゆる皆さんが思い浮かぶ建築家みたいな形ですね。で次にあるのが構造って言われているもので、これはもう耐震補強だったりとか、はいはいはい、構造計算をするグループがあって、はいはいはい、もう一個は環境設備みたいな形になっていて、はい、例えば省エネだったりとか、はい、ソーラーパネルの話だったりとかやるシステムもあるので、僕としては専門が計画になるので、はい、計画の科目に特化して教科書作りをしてきました。やっぱり授業は英語じゃないですか。はい、で多分黒板とかで書かれてた感じなんですか？そうですね。初め黒板で2年目からホワイトボードが導入されて、はい、あ、そういうことですね。でもまあ手書きですね。なるほど。実際そこでの難しさとかってありました？どっちかというと難しくなくて、もともと僕が行った当初というか、うんうん、他の先生たちっていうのはもうとにかく自分の持ってる教科書を板書して写させて終わりっていう受け身型だったんですけれども、ううね、はい、日本の大学でもこう双方向性の授業をしていると思うんですけど、うんうん、割と僕は発言させてプレゼンテーションだったりとか、はい、自分の建築論、うんうん、何を作ったかっていうのを喋らせる授業をしていたので、逆に板書型をしないっていう方向で持ってったので良かったっていうか楽だったのかもしれないですけど、なるほど。今授業とかをしてみて、はい、どうでした？楽しかったですか？僕は相当楽しくてそうなんですね。はい、JICA協力隊に行く前にも日本の大学生と関わる機会があったりとか、まあ、そういう授業に参加することもあったので、あんまりこういるとあれですけれども、はい、日本の大学生と向こうの大学生のやる気の差っていうのはもう明確に感じられるところがあって、はい、やっぱり日本の大学生の方がまあやる気のある子はもちろんありますけれども、やっぱり全員がそうではなくて、はいはいはい、ちょっとまあやる気のない子も多かったかなっていう印象だったんですけれども、向こうで行くと向こうの専門学校に行ける子っていうのは授業料払える子で、それも無理してる子もかなりいるので、もう本当にこの授業が行われるか行われないかみたいなところで授業に参加してくれるので、もう伝えたことは全部やってくれるし、宿題も全部こなしてくるっていう。じゃあ相当優秀なんですね。あとかつ意欲的なんですよね。かなり意欲的なので、最初に言った人材流出が起きているのがジンバブエという国だったから、はい、あ、そういうことですね、はい、意欲的だからこそここに留めたくないっていう、はい、すごく真面目ですごく能力が高かったと思います。実際2年目はどういうことされてらっしゃったんですか？
2年目は1年目で作ったその自習システムを含んだ教科書を、まあ、与えるだけで、はい、僕が喋らなくても、はい、ちゃんと彼らが知識を身につけていけるのかどうかっていう、はい、まあ、チェック、PDCA でいくチェックの段階にしていまして、はい、それをもとに1学期、2学期、3学期ありますので、はい、もう1回アクションを起こして改定していってっていう作業をしていた、はい、なるほど。神谷さんがいなくても、はい、回るような授業システムとか、まあ、学べるようなシステムって、はい、具体的にどういうのをイメージしてればいいんですかね。とにかく教科書を自分で読んで、はい、その中に実習システムのところですね。これをやりなさい、はい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 、これをやりなさい、でそれをこなしていくと自動的に身につくっていうような形で、あー、なるほど。もともと向こうの方が持ってた教科書っていうのは、はい、知識が書いてあるだけでこう実務的な自分の発信何かをデザインするっていうことが少なかったので、理解しました。もともとそういうのが教科書になかったんですか。なかったので、カウンターパートにはそれが来年以降提出されるからっていうことだけ伝えて、まあ、去るというか完了するようなイメージでやってました。2年間で大きく変わったなっていうのって何かどこかで実感されたりしました？日本のコンペティション、うんうん、はい、学生が応募するようなアイディアコンペティションがそれに応募するようになった、はい、だったり、まあ、勝てるとよかったんですけど勝てなかったので、はいはい、だったりとか就職先だったりとか留学先に日本っていう選択肢が入ってきた子たちがいたので、なるほどですね。それは1年目ではあまり感じなかったというか、うん、もうそれは可能性がないものとして皆さん認識した、うんうんうん、ジンバブエの子たちが、はい、でも僕が行ってから日本のアイデアコンペっていうものに応募するようになってから身近になったというか、はい、なのでそういう可能性が生まれてきたような感じました、うんうん、2年生。なるほどですね。就職先っていうところも日本が選択肢になったっていうところだと思うんですけど、はい、どういうふうにそこってリサーチされてらっしゃったんですか。こう日本っていうところがどんな面白いアイデアコンペで競っていて、はい、まあ、僕らみたいな日本人が行って、はい、こう今まで全く聞いたこともないような建築哲学を、はい、触れると面白いかもと思ってもらって日本の有名事務所に行きたいとかっていう話が出てくるのは面白かった、はい、あ、めちゃくちゃ面白いですね、はい。自分が学んだことってジンバブエの2年間で何かありました？僕にむちゃくちゃ怒られたりとか、はい、こう議論をしていても、はい、全く諦めない心だったりとか、もう自分がなると決めたと建築家に、うんうん、だとしたらもう諦める場合じゃないし何を言われても絶対なるんだっていうような気持ちは、はい、もうギラギラしてる感じとかっていうのは本当に良かったですね、はい、なるほどですね。印象に残っていることってありますか？活動ないかもしれないんですけれども、はい、道端とかでもこうよく遊ぶ子どもたちの方がいたりとか、はい、友達っていうものがたくさんできて、はい、こうある時にその子が急に交通事故で亡くなっちゃったことがあって、はい、あ、そうなんですね、はい、それはすごくショックだったんですけれども、はい、建築がないことによって彼らは例えば風をしのぐために歩かなきゃいけなかったりとか、はい、食事をこう欲しもらうためにどこかNGO の給仕場というか、うん、出してくれるところに行かなきゃいけなかったっていう中で、はい、こんな簡単に人が死んじゃうんだっていう思いがたくさんしたのが印象に残っていて、はい、なので僕としてはこう建築があれば何かしらの救える命があるんだなっていうのをすごく感じた2年間だったと思います、はい、なるほど。その方はどこかに行かれようとしてた時に交通事故で亡くなってしまったそうですね。現場に僕は言わせなかったのはあれなんですけれども、はい、やっぱり食事を出してくれる NGO がいて、そこの場所っていうのが極めて少ないというか限られているので、はい、普段その子が過ごしている場所とは違うところにあるんですね、はい、なのでそこに行く間にちょっと交通事情の話もあってっていうところで危険な状態になっていると。ジンバブエで面白い出来事とか、はい、自分の中でこれ面白いな楽しかったなとか楽しかった、はい、ありますか、はい、僕は辛い経験をして盲腸になりまして、はい、あ、そうなんですね、はい、その手術をジンバブエでしたんですね。なんかお腹がチクチクするなって思いはあったんですけれども、はい、まさか盲腸だとは思わずに、はい、まあ、我慢というか、はい、まあ、こんなもんかなと思って過ごしていた時にある日の夜に、はい、もう耐えられないぐらい痛くなって、はい、自分で病院にこう行ったんですね、はいはいはい、近くの、はい、そしたらもう切らなきゃダメだ、手術しなきゃいけないって言われて、すぐ、はい、ジャイカに電話して、はいはい、切られるって言ってますって言ってでそれで日本 の、はい、方に電話してもらって、はい、切っちゃダメです、うんうんうん、でとにかく大きい病院に行ってくださいって言われて、はい、救急車で大きい病院に運ばれて、はい、で僕も日本に一回帰るか、はい、まあ、南アフリカが避難国というかなってましたので行くかなと思ってパスポート持って行ったんですけども時間がないというところで、はいはい、もうジンバブエで切ることにしますというところでやったんですけれども、麻酔台の上で麻酔を打たれたんですけれども、はい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 、手術される方は結構内視鏡手術をしたかったみたいな、はい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 、割と最近できるようになったみたいな感じで、はいはい、
ですけど JICA からは絶対回復、はいはい、で内視鏡はまだ危ないから開いてくださいって言われて、うんうんうん、最後まで僕がずっと説得して、いや複雑だ麻酔されながら絶対開いてくださいって言いながら眠りにつくという。全然何も問題なく。そうですね、もうその後もでも3日ぐらいしか入院できなかったので、はい、すぐ退院させられたんですけれども、はい、まあ、そのくらい普通にリンパ浮炎の医療システムでもできたので。あ、じゃあもうそこも、まあ、盲腸が回復できるようにするためには、するための医療設備は整ってるってことですね。整ってましたね、はい、なるほど、それ貴重な経験ですよね。ありがとうございます。この後はちょっとジンバブエで、まあ、価値観の変化とか、はい、今されてることっていうところをちょっと深掘りしていきたいなと思っております。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。